神戸市では里山や有馬温泉の魅力を広く発信するためのキャンペーンがスタートし、ポスターのデザインに採用された2人の表彰式が行われました。表彰式にはキャンペーンのポスターのデザインを手掛けた玉木宏さんと深澤弘樹さんが出席しました。これまで神戸市北区へのアクセスとして利用されていた北進急行は今年6月に市営化され、運賃も谷上三宮間がこれまでの550円から280円とほぼ半額になりました。市はこれを機に北区に広がる里山や日本有数の温泉地有馬の魅力を発信しようと、神戸ふるさと再発見と銘打ったキャンペーンをスタート。今日はポスターのデザインがあしらわれたヘッドマークが車両に取り付けられました。ただいまヘッドマークが取り付けられました。地下鉄が伸びるということで、電車1本で里山に来れたりできるので、すごい再発見のいい機会かなと思ってます。嬉しいですね。とにかくこんな空気が美味しい場所があるんだなっていうのを体感してもらえるといいなというふうに思います。神戸市は今後観光キャンペーンなどを通じて里山や有馬の魅力を発信していきたいとしています。